はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ、アメリカ製長距離ミサイルでクリミア攻撃、ロシア迎撃。ロシア当局は4月30日、ウクライナがクリミアに向けて発射したアメリカ製の長距離ミサイルエイタクムスを迎撃したと発表した。エイタクムスは射程が最大 300km の地対地ミサイル。アメリカは先週ウクライナに引き渡したと明らかにしていた。ロシア国防省は6発のエイタクムスを迎撃したと発表。国防省は迎撃した場所は明らかにしていないが、ロシアが一方的に併合したクリミアの親ロシア派トップセルゲイ・アクショーノフ氏は、エイタクムスはクリミア半島上空で撃墜されたとしている。このように報道されております。そしてですね、日本時間5月1日午前3時の報告によりますと、クリミア半島のロシア軍の複数のですね、国家地軍事目標が攻撃を受けたとみられます。最も顕著なのはですね、ロシア軍のジャンコイとシンフェロポリの空軍基地とみられています。両方ともですね、ウクライナ軍のエイタクムスが使われたとする報告と、現場の破片の写真からエイタクムスではないのではないかという報道もありまして、もしかするとドローンなのか、このあたりはですね、今後の報道を見極める必要があると思います。ただ重要なのはですね、すでに先週アメリカはウクライナへ射程約300キロのエイタクムスを供与しておりまして、今回クリミアのロシアのですね、空軍基地が攻撃を受けたということですので、射程約 300km のエイタクムスが使われた可能性も考えられると思います。ドローンと組み合わせて使ったということもあり得ると思います。いずれにいたしましても、ウクライナ軍はクリミアのロシア軍への圧力を強めているとみられます。ウクライナ軍はですね、4月16日から17日にかけての夜、クリミアのロシア軍のジャンコイ航空基地に向けて攻撃を行っております。この際もですね、ウクライナ軍はエイタクムスを使ったと報道されております。そしてウクライナ軍はこの攻撃によりまして、クリミアのロシア軍のジャンコイ飛行場に対しまして大きな打撃を与えたと報道されております。ロシア軍の S-400 長距離地対空ミサイルシステムの発射機が少なくとも4機失われたと報道されておりまして、その他にも S-400 の管制センターと貴重な防空レーダー4機も破壊されたと報道されておりました。またウクライナのシンクタンク防衛戦略センターによりますと、クリミアのロシア軍のジャンコイ航空基地は1個ヘリコプター連隊と3個攻撃機飛行中隊の拠点となっております。つまり4月16日から17日にかけての夜の攻撃で、これら数十機のですね、ロシア軍の航空機が損傷した可能性も指摘されております。ですので、クリミアのですね、ロシア軍のジャンコイ航空基地は4月と今回の攻撃で壊滅的な打撃を受けている可能性がありまして、今後ですね、クリミアのロシア空軍は後退または撤退せざるを得ない情勢と直面する可能性があります。と言いますのは、昨年ロシア軍は占領しておりましたウクライナ南部のベルジャンシク空軍基地から後退したことがありました。それと同じような情勢にクリミアのロシア空軍が直面する可能性があります。ちなみに昨年ベルジャンシクのロシア空軍がどのようにして撤退ということに追い込まれたのか、その経緯を振り返ってまいりますと、2023年10月17日ウクライナ軍はウクライナ南部ザポリージャ州ベルジャンシク郊外と東部ルハンシク州にある2つのロシア軍の飛行場に M-39 エイタクムス弾道ミサイルを撃ち込みました。ウクライナ国防省の発表によりますと、この攻撃によりロシア軍のヘリコプター9機を破壊したとしていました。ただですね、その後ワシントンアカウントのジョーコンファームでは、商業衛星画像の分析から実際はロシア軍のヘリコプター21機が運用不能に陥ったと結論付けました。そして昨年10月17日 ISW はウクライナのエイタクムスがウクライナにあるロシア軍にとって作戦上重要なロシア軍飛行場ベルジャンシクの飛行場ですねを攻撃したことで、ロシア軍司令部は航空資産設備を分散させ、一部の航空機を最前線から離れた飛行場に撤退させることになるだろうと分析しておりました。その後ですね、
2023年10月31日、ベルジャンシク飛行場のロシア空軍はですね、ロシア国内のロシア南西部ロストフ州タガンログのロシア空軍基地に後退しました。ですので、今回ですね、アメリカがウクライナ軍に射程約 300km のエータクムスを供与したことによりまして、クリミアのですね、ロシア空軍基地がウクライナ軍の射程距離に入っているということがありますので、今後ウクライナ軍はクリミアのロシア空軍基地などに圧力を強めていくものと考えられます。そうなりますと、クリミアのロシア空軍も今後、昨年ベルジャンシクのロシア空軍が後退したのと同じ情勢に直面する、またはですね、すでに直面している可能性があります。さらにウクライナ側はロシア南部クラスノダル地方にあるロシアの石油施設への攻勢も強めていると報道されております。まずですね、1月24日深夜から25日未明、ロシア南部クラスノダル地方にあるロシア石油大手ロスネフチの製油所で火災が発生、ウクライナ側のドローンによるものと見られていると報道されておりました。このロスネフチ製油所は黒海にあるロシアの主要石油ターミナルでありまして、ウクライナ侵略前には年間200万トンの製品を生産し、そのほぼ全てが輸出用でした。そしてさらにですね、4月27日ウクライナ側はロシア南部クラスノダル地域にあるスラビャンスク製油所へ無人機攻撃を行ったと報道されております。スラビャンスク市の地方政府職員ローマン・シナゴフスキー氏はテレグラムチャンネルで、製油所の貯蔵タンク施設は損傷してないが上流棟に衝突したと述べておりますので、上流棟にですね、ウクライナ側のドローンの破片が落ちたか、ウクライナ側のドローンが命中したか、いずれかの事柄が起きた可能性が考えられます。上流棟というのはですね、製油所にとって非常に重要な施設であります。またロシアは現在ですね、西側からの制裁を受けておりまして、修理するための部品などをですね、非常に手に入れづらい、または手に入れられないような情勢と直面しておりますので、この上流棟が被害を受けますと製油所はその操業の停止ということを余儀なくされる可能性があります。実際ですね、国営タス通信が報道したところによりますと、スラビャンスク製油所の工場を監督する幹部の話として、スラビャンスク製油所はウクライナの無人機攻撃で損傷を受け、一部操業の停止を余儀なくされたと話しております。さらにですね、ウクライナ側は4月27日ロシアのクラスノダル地方にあるロシア軍クスチョフスカヤ空軍基地への攻撃も行ったと見られています。テレグラムにはですね、このクスチョフスカヤ空軍基地とみられる被害状況を映したビデオが投稿されておりまして、このビデオを見てまいりますと、ロシア軍の飛行場の中で核爆弾の部品がバラバラになって地面に散らばっている様子が確認できます。ですのでウクライナ軍はですね、ロシア南部クラスノダル地方にあるロシアの石油施設などを標的にし、ロシアの石油精製能力とともに輸出の玄関窓口、これに打撃を与える作戦を行っているとみられます。そしてさらに、このロシア南部クラスノダル地方などにあるロシア空軍の飛行場基地などを狙いですね、ロシア軍の空軍能力、この低下も同時に狙っているとみられます。ですので今後ですね、クリミアのロシア軍の高価値軍事目標、空軍基地、飛行場などへはウクライナ軍の射程 300km のエータクムス、ロシア南部クラスノダールのロシア軍の高価値軍事目標や石油ガス施設などへはウクライナ側のドローン攻勢、こうしたものがですね、同時並行的に加速していく可能性がありまして、繰り返しになりますが、クリミアのですね、ロシア空軍はクリミアから後退または撤退せざるを得ない情勢と直面する可能性があります。そうなってまいりますと、ロシア黒海艦隊の大部分はすでにクリミアのセバストポリから撤退していると報道されておりますので、クリミアのロシア軍の防衛能力ですね、そうしたものは著しく低下する可能性が考えられます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。
そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。